お世話になります一人でございます。剣盾有料 DLC の鎧のことと冠の雪原の配信を控えていて、今まで剣盾には登場しなかった過去のポケモンが注目されていますね。そんな中、実は今現在もまだウルトラサンムーンのミラクル交換ができるんですよね。となると、この過去のミラクル交換を利用すれば過去作ですし、もしかしたらいらなくなったレアな個体も出回っていて、おこぼれを頂戴できるのではと期待してしまいますよね。期待しすぎてワクワクし、眠れていない方がいるのではないでしょうか。そんな眠れていない方のために、今回はウルトラサンムーンで一日中ミラクル交換生活をしたらレアなポケモンが来るのか検証していきたいと思います。一日中といっても、朝起きてから昼夜の食事、糞尿を除いた20代半ばほぼニート人間の一日の全てを費やすだけで24時間ではないので、その点はご容赦ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで今朝の9時49分でございます。ここからミラクル交換やっていきましょう。スタート。1匹目何が来るか楽しみですね。はい、始めると、ネッコアラをぶっ刺していきましょう。はい、来ました。なんだろう。あー、いらねーこいつ、名前もわかんねー、私この世代やってないから。でもいらねーってのはわかる。はい、なんていうかわかんない私これ名前がまあとりあえずこんな感じでミラクル効果ね、どんどんやっていきたいと思います。あ、マッチングしましたね。また10何秒ぐらいでもマッチングするんで全然余裕でできますね。あー、いらねえ。これは知ってますよ、マンキー。一応ありがとう言っときましょう。まあどんどんやっていきましょう。またこいつというね、剣盾にいるからいらないんだよ。いらないね、安定のいらなさね。剣盾のマジカル交換と同じ匂いしてきたぞ。おい、あれ剣盾臭がプンプンするぞ。おい、剣盾臭がプン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 香ってきてるぞ。微妙だな。うわ、投げはみ出そう。うわ、はみ出てる。めっちゃすげえこれ。うわ、すげえ、図鑑もかっこいいじゃん。めっちゃ、おい、剣盾ポケモンやないか。また剣盾臭プンプン丸きたね。剣盾ポケモンばっかだぞ。なっついポケモンだな。量産型ポケモンしか来ない。ダメだな、剣盾で出てきたポケモンしか出てきてねえよ。マジかよ。マジカル効果と全く一緒だぞ。来すぎだろおい。珍しい感じだけど剣盾ポケモンだね。お、剣盾以外のポケモン来てくれ。お、ちょっと変わったやつ来たね。いいっちゃいいけど持ってる。おー、珍しくはないけど好きなポケモン。わー、来てくれいいやつ。超大量に出るポケモンだね。この姿のやつはいいね。出まくりか。またかよ。多いね。多いな。うわーうわー、なんだこの交換は。無意味な交換だ。また無駄なことをやってしまった。もう悪くないけど持ってるよ。何体目だよ。マシ何体目だよ。また、いやいや、いらないな。うわ、マジ懐かしいけど別にいらないポケモンですね。お、結構レアではあるけど、まあ別にいらないかな。ちょっと、おい、2回連続1コロッカよ。まあいいんじゃない。一応見たことないやつだ。結構いいんじゃねこれは。おい、石ころと石ころで交換。やべ、四隅してたら送っちゃった。バカした。おい、見返り。おい、キャタピーじゃなくてもほぼキャタピーだぞお前。アイロコン、こんにちは。でっかいの来たね。お、2匹揃ったわ。わー、相変わらずいらねえな。多分ねー。おー、またお前はすごく好きなポケモンです。持ってるよー。いや、剣盾ポケモン多すぎでしょ。めっちゃ良くないっすか。けど、おお、また連続できた。いかついなあんた。やたら来るな。おお、来た。え、おい、来た来た来た。マジかマジかマジか、やば、マジか、来た。カプテテフ。え、早っ。1時間半ぐらいで来た。やっべ、マジか。珍しいポケモンなんか絶対来ねえだろうなと思ったら、やば。しかもこれ60レベルでハイパーボールだし、普通の個体っぽいよな。普通になんかバトルとかで使ってる感じもあるし、普通の個体っぽいっすね。命の遺跡で、レベル60の時に出会ったということで、これ改造でもないっすよね多分。うわ、やば、マジか、すごいな。良さげなやつボックスに入れときますわこいつ。今眠くなってたんですけど一気に目が覚めましたわ。剣盾ポケモンっすね。ワンチャン鎧のことに出そうなやつだね。また熱い V だね。あれ、地味に特性危険予知で夢特性じゃん。久しぶり、安定のいらなさだね。ドロマンコだ。むっちゃくんな。いらない、いらない。幕の下でした。悪くないんじゃないでしょうか。動きが面白いっすね。むっちゃ来るな、初めてだな。だけ、おー、来た来た来た。やば、電柱木かよ。マジかよ。おい、やばいでしょ。え、こんな来んの。今まだ開始から2時間も経ってないかな。やべー、かっこいいなやっぱり。しかも気合のタスキ持ってるし、なぜかで、レベル72ですし、やっぱり改造っぽくはないっすよね。また経験値のとこ見てみると中途半端になってますから、改造ではないんじゃねえかなと思うんすけどね。すげえ持ってる。はあ、モコバロリっていう名前、すっげえ好きなんでしょうね。ま、送っちゃうんすけどね。安定のいらなさ、すんげえたくさん持ってる。
大好きな見た目だね。ただクワガナおもどきはいらないっす。いらないんだよな。どうもミラクル効果に出すの禁止にしようよ。うわすげえ色だな。いやマジ好きなポケモンだわ。悪くはない。反応に困るタイプのポケモン。ペットとしてなら飼いたい。はあ、またドロマンコかよ。来すぎだろ。もうキャモメとこいつしか来ないだろ。ドロマンコも結構来んな。ワンチャン鎧のこと来るかもしれないですからね。一応持っといて損はしないでしょう。まあ送っちゃうんすけどね。鬼ほど来んな。持ってるんだよな。多いっすね。出勤しすぎですよ。ドロマンコの出勤率高すぎでしょ。人気ポケモン来ましたね。特性変幻自在じゃん。夢特性だし。こいつが来てもまあいいか。ザングースの泣きがらめ。うわこのデザインめっちゃいいじゃん。ヨーボガード。あヨーテイリー。おこいつは一応鎧のことで出てきますから一応いいっすね。このウルトラサンムーンのここのデザイン最高ですね。マジで来すぎだろ。アローラポケモンゲットだぜ。この世代知らない私からするとすげえいいポケモンですね。いいんじゃない。いやこいつゴールデンカムイのやつにしか見えねえわ。多いな。あんま知らないポケモンだな。まあどうなんだろう。なんか結構新しめの草タイプだかフェアリータイプだかわからないようなポケモンってなんか似てるんだよな。すごく金銀ルビサファ世代からするといいんじゃない。これは縦ポケモンですね。またまたね。多いよな。こいつも来るんだ結構。やっぱ多いね。またこいつだよ。まあいいか。多いなかなかいいんじゃないか。あんた多いな。お懐かしい。なんだこいつこんな変なクネクネしてたっけ。ウケるな。よボガード。あよテリー。いらないけどいいね。おー来たアルセウス。マジかマジでも絶対怪しいぞこれ。色違いじゃね。しかもマジかプレシャスボールだしやば。あーでもあれだ明らかに海賊くせえやつだ有名なやつじゃねこれ。うわーすげー。一応これ親はデセルシティという方、になってますけど多分改造でしょうね。一応リボンとかついてるか見てみますか。あリボンついてんじゃん。ウィッシュリボン。あこれどうなんだろう。ワンチャンあるんじゃないですか。これ改造判定できる方は教えていただけると幸いでございます。多分まあ改造でしょうけどね。一応アシュマリウルオイボイスで夢特性ですね。出すぎだろ。あリオールでちょっと癒されましたね。まあ送っちゃうんすけどね。マサコイキングだ。あウンポコだね。剣盾ポケモンじゃん。ここに来てミミッキュー。また石ころだ。ここに来て鬼氷。お疲れ。初メタモンだ。交換要員お疲れ様。いらないいらないね。ミルタンクの色違いだよこいつ。またこいつ。また剣盾ポケモンだ。またハチンコか。おアブリボン最高のデザインだな本当にマジで。またこいつだね。おっしゃこいつもいいね。いいリズム刻んでるねこいつカポエラー的な感じじゃん。出勤お疲れ。あまたこいつね。あイマンコだ。剣盾 NPC が使ってるポケモン多いな。いつもお疲れ。交換要員にされてかわいそうだね。おリザードンだ。ま送っちゃうんすけどね。何体目だろう。これいいね地味に。またお疲れさんです。あらまた来たの。まさに文字通り剣盾のポケモン来ましたね。あ君も来たか。キャモメ。いやもうこいつ捕まえすぎてコイキングキングになっちゃってるよ。またドロマンコだ。こいつはいいんじゃないか普通に。今後使うやつでしょ。お進化系と交換。進化して戻ってきたな。うわすげえこの完成系。あんたはこっちの世界でも人気なんだね。お前過労死するぞ。こいつは嬉しいわ普通に。うわすげえこのデザイン最高だろこいつ嬉しそうめっちゃ。お前持ってるんだよ。こいつは許せる。なんかお一応こいつは嬉しいね。お前ジャロコの額の部分でしょ。あこいつは鎧のことで使うからいいですね。ただこいつめちゃくちゃ鬼ほど出てきそうですけどね普通に。さっきぶりよしって感じですね。お疲れ様です。まあいらないかな。また恋がおラッキーラッキーラッキー。これはねラッキーは使えますからラッキーですね。ラッキーラッキー。いつもいつもお疲れ。ウルボに入ってるからあいつ来たかと思ったらマジか。超期待したわ。まあまあまあいいっちゃいいけど心臓ドキドキなってたわ今。キノコくんどうも。あ普通の。いらないね。なんと表現すればいいかわからない。こいつはいいでしょ普通に。直近で使うやつだよ。ロコンこんにちはっていう感じですね。まあまあお前過労死するぞ。頑張らなくていいんだよもう。まあいらんかな。お前も頑張らなくていいんだよ。ナイスですね。顔カービィじゃん完全に。初めて見たこのポケモン。フラペチーノか名前は。ご参詣来た。はあ、あー次出てくるっていう確定してるやつですからね。これは嬉しいね普通に。一応嬉しいっすねこれは。チワワ州来たね。いらんかな。御三家多いな剣盾ポケモンね。うん鬼ほど来るな。御三家来ましたね。散々剣盾で手に入れたよ。そんなに気持ちがブルーになってきた。こいつも使う可能性ありますからね。ドローマンコだね。またイーブイだ。こいつの時期来たか。すげえ来るようになっちゃったな。わ同じポケモンで交換っていうね。不毛すぎる。全く生産性のないミラクル交換だよ。ミラクルでもなんでもね。マンコも結構出てきますね。多いね。もう頑張らなくていいんだよと言いつつ酷使していく。多いな。またお前か。まあいいか。必要性は。うわただこのデザイン超かっけー。普通にいいっすね。品質ですね。一生分のコイキング見たわ。結構出回ってんな。うん
剣盾でもこんな出回ってねえぞこいつね。ようやく違うやつ来ましたね。お、かっこいいこのデザインやっぱり。まあ送っちゃうんすけどね。本当に多いな。同じポケモンゾーンに入りましたね。同じポケモンゾーン来てる。やばい、マジで同じポケモンゾーン来てる。まずいな。見慣れたポケモンが止まんねえわ。おお、ええマジ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 、普通マスターボールかこれ。マジか、ベルウォッチ送られてきた初めこれスーパーボールだと思ったから期待してなかったけど、え、ウルトラビーストってこんな来んの。はい、来ましたね。こいつでもレベルとか中途半端だし、改造っぽい要素見当たらないですからね。ちゃんと正規のやつっぽいですね。マスターボールだし、てかマスターボールとスーパーボールってめっちゃ似てるよな。あ、中身見てもなんか中途半端に育ってますからね。正規個体っぽい気がしますね。嬉しいね、ありがとうございますね。普通のに戻っちまったいらね。すごいけどそこまで冷静に考えたら嬉しくないっていうね。こいつ冷静に考えるとそんなかっこよくない気がするけど、かっこいいんだよな雰囲気は。まあ送っちゃうんすけどね。一応嬉しい。同じポケモンゾーン多いな。苦しい、冬来たら帰りきか。うわ、このデザイン超かっけ。まさかこんなご褒美があるとは。まあ送っちゃうんすけどね。あ、持ってる。また同じパターン入ったぞ。完全ループにはまった、うん、きついぞ。いや、沼にはまった。もう2万個も嫌いになってきた。交換用意が止まらねえ。まあお前だったらまあいいか。今後のポケモン出てくるという確定してるポケモンですから、まあいいですね。しかもこのデザインも優秀と。剣盾ポケモンも多いな。またシザリガーみたいなやつか。また同じポケモンループ来たぞ。剣盾ポケモン、おお、いいね。大満個だ。あんたか。まただ。おし、もうだいぶ見慣れたな。剣盾なんだよな。ただデザインは最高なんだよな。やべえ、また来始めた。やべえ、ループにはまってる。また来たよ。あー、わー、こいつはね、全然許せますね。あー、こいつももういらねえや。しばらく見なかったな。異常に多いな。はー、よう、ボーガード。あ、よう、テリー。いつもお疲れさん。一応ね、嬉しいね。まあ、送っちゃうんすけどね。こいつだけはなんか許せんだよな。あ、ドラマンコか。酷使されてかわいそうだな。こいつも鎧のこととかに出るポケモンですね、多分。またお前だね。見慣れてしまったよ。うん、ポコくん、結構来るな。もうずっと同じポケモンたちは交換してるみたくなってる。初めてですね。久しぶり。よっす。まさに剣盾のポケモン出たよ。あれ、ハチさんも増えてきたね。あれやま。もう大体モンスターボールの時点で大体ダメなんだよ。こいつの安定感異常すぎだろ。あれ、こいつも増えてきたな。君も大丈夫。本当に多いね。あ、ケーシーか。お、マジか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 。やば。すげえ。ウルボじゃん、しかも。マジかよ。やば。ウルトラビースト、すげえ、めっちゃ来てんじゃん。つうか、こいつ、メノクラゲの上位互換みたいなもんじゃん。しかも、改造っぽくないっすね、やっぱりこいつも。中身見ても、なんか異常な数値みたいなのないと思いますね。ゲットしたてっぽい感じですね。こいつは許せるね。さっきの運はどこ行った？嬉しくないね。また同じパターンに入ったぞ。こいつは普通に見た目かっこいいね。またドロマンコか。石ころタイム入ったか。あれ、こいつも増えてきたぞ。まあいいんじゃない。いや、バタフリーシリーズも多いな。嫌な気持ちにはならないね。多いね、本当に。嫌いになってきたな。嫌いになりそうになってきましたね。いいんじゃないですか。あ、こいつも鎧のことで使えますからね。まあ嬉しいですね。めっちゃデザインかっけえ。出た、このムーブ来た。はははははって笑われてるし。鬼来るな。まあこれはいいんじゃん。またか。嬉しくね。いいけどね、今さら。こいつは嬉しいね。まあ送っちゃうんすけどね。あ、トゲピーも増えてきたな。おお、なんじゃなんじゃこいつ。うわ、すげえな。ソルロックの亜種みたいな感じか。うんざりだよ。コイルか。こいつも多いな。データ来すぎ。ずっと同じポケモン同士で交換してるみたいになってますね。また次はマリオのターン来たか。これミラクル交換のルーティーンみたいになっちゃってるよ。いらないんだよな。よし、雪わらし。また同じムーブ来たよ。同じループ来たぞ、また。おい、こいつらが来るって決まってんのか。マジでループが止まんねえ。はい、お疲れ様。こいつも来ますからね。地味に嬉しいな、これは。お、いいね、元気でいい。いらない、お疲れ。あ、また完全に一面でルーティンしてるね。もう大丈夫、君は。一面お疲れさん。ふう、おい、一面ですね。本当に一面ループが止まらねえ。止まらねえ。おい、不毛すぎるよ、このミラクル交換。そんなのミラクルでもなんでもねえって。一面が暴徒化してる。本当に一面同士で交換してるだけになっちゃってる。また一面だ。巡回ご苦労様です。あなたも回されて辛いだろうね。まあ嬉しいね。またケロマスさんだ。こいつも鎧のことか。カムリの雪原に出るっぽいからね。次は剣盾メンバーか。鬼いらないな。いやー、これは超かっこいい。深丸来ましたね。あ、また踊り方がすごいリズムに乗ってんのがいいね、これ。リズム乗ってる系多いな。いや、多すぎー。また戻ってきたね。求めてはいない。おお、まただ。え、またやばいでしょ。なんでこんな来んの。え、またこいつだよ。いや、また改造じゃないっぽい気がしますね。イタリア産でございます。なんでこんな来んの。まあ、こんなっていうほどたくさんではないけど。うわー、もうすげえ。ちょっと喜びがもう薄くなってきたわ。もうこいつ出たからさ。 EV はいらん。うん、なんだか。またか。一面ループ来た。一面ループが止まらねえ。求めてはいないからな。一面ムーブ、お疲れ。まだ
よ、ボガード。あ、よ、テリー。ループが打ち破られたね。やば、超かっこいいじゃんこれ。ひゃー、かっけー。そろそろ大丈夫だぞ。おっす、一面ラッシュ来た。剣盾ポケモンルートに入った。剣盾ルート入ったね、完全に。止まんないっすね。こいつでは興奮しなくなってきた。剣盾ルート戻りましたね。もう何も感じなくなってきた。こいつだったらまあいいか、いらんな。増えてきたな。一面ループ突入、止まらねえ。毎度お疲れ様です。うわあ、お前には癒されるね。そんないらない。ああ、残り15分で一面ムーブ始まったのはきついな。大丈夫だよ。残り10分で初めてのポケモン来ましたね。これは懐かしいね。残り10分でこいつはきついって。おい、これはひどいって。おい、最後の最後で一面ループすんなよ。一面ラッシュが止まんねえよ。ムーブが止まんねえ。おい、不毛すぎるよ。最後の最後でミラクルでもなんでもないって。くそ、おい、マジかよ。はい、じゃあこれで日付が変わりまして12時になりましたので、ラストで締めたいと思います。最後キャモメ出していきましょう。締めはどうなるかちょっと気になるところです。あ、アメリカ人の方、頼む、奇跡起こしたい、頼む、来てくれ、頼む。うわー、マジか。ひでー、ミラクルでもなんでもないって。やっぱり最後の最後だよこいつ。ということで検証結果、ウルトラサンムーンで一日中ミラクル交換生活をしたらレアなポケモンは剣盾のマジカル交換よりいっぱい来るでした。やっぱり大体は最後のヤトウモリみたいに全く珍しくないポケモンがほとんどでした。剣盾のマジカル交換で出てくるようなキャモメとかは相変わらずこちらのミラクル交換でもたくさんいましたね。ですが意外とちょこちょことラッキーとかデデンネとか、あとゾロアとか、そういった今後役に立ちそうな個体は意外とポロポロ来ましたね。他にもポリゴンとかダンバルとかも来たりしました。で、いいやつではカプテテフ、色違いアルセウス、多分改造っぽいけど、で、デンジュモク、フェローチェ、ウツロイド2体。で、こいつら改造っぽくないので、本当にマジで多分純粋な個体が来てくれたと思います。私は剣盾の方で一日中マジカル交換生活をしたんですが、その際はこういった純伝説や伝説っぽいポケモンは一体も来なかったんですよね。なのでそれと比較すると、圧倒的にレアなポケモンが来ますし、ラッキーとかみたいに微妙にいい個体も来るので、マジカル交換と比較したらミラクル交換は割といいやつが来るんじゃないかなと思います。で、冷静に考えると1日中使ってこの 1,2,3,4,5,6 体ぐらいがいいやつだったので、これはミラクル交換でもなんでもなく地道に交換くらいの名前が正しいと思います。ベロイストじゃ